階段アミーゴ。普通ではないですもんね、うん、まあ、その男の方が多分、まあ、生きてるものではないと思うんですけど、うん、はあ、その音だけで、はあ、あの振り向いたら何も見えない状態で音だけガンガン鳴ってるっていうのはちょっと気持ち悪いじゃないですか、はい、そうですね。これ僕もあの高校生の時に、うん、あのまあ、友達から聞かせてもらった話で、その音だけ、その彼自体は音だけしか聞いてないけどっていう話があるんですね。で、あの僕の高校は神戸にありまして、で、まあ、男子校だったんですけど、あのその高校周辺一帯にちょっとした噂っていうのがあったんですよ。でそれがどんな噂かっていうと、真夜中その辺りを一人で歩いてると、なんかねボロボロの日本兵の格好をした男性が向こうから歩いてくるんですね。でそれがどん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 近づいてきてすれ違うんですけど、もうそこで初めて気づくんですって。足音が全くしないって言うんですよ。で、と思って振り返ったら、もう誰もいない。まあ、そういう、まあ、日本兵の幽霊が出るっていう噂があったんですよね。で、それを僕、まあ、高校の時聞かせてもらって、で、まあ、早速、クラスメートの、まあ、あの、M 君っていう男の子に話したんですよ。というのも、この M 君が、まあ、高校の真裏に家があると。だから、M 君さ、これ、この、日本兵の幽霊って見たことないのって聞いてみたんです。そしたら、まあ、それまでね、楽しそうに話してた M 君がさーっと顔色変わって、俺この話あんまりしたくないって言ってた。なんでって聞いたら、いや俺ちょっとこの話したくないねんけどって言いながら、なんかねキョロキョロするんですよ。で、僕も気になるから、いやいやちょっと教えてよ、なんでなんて聞いたらね、話してくれたんですけど、まあ、この M 君がこの日本兵の幽霊が出るっていう噂を初めて聞いたのが中学生の時だったんですよね。で学校のクラスメートから話を聞かされて、で家に帰って早速お兄ちゃんに話してみたって言うんですよ。というのもこの M 君のお兄ちゃんがちょっとまあ見えると言いますか、まあ勘の鋭いような方で、ちょっと不思議な体験と今までいろいろしてるんですって。だからお兄ちゃんやったらもしかしたら見たことあるかもと思う。で、いや今日ちょっとこんな話聞いたんやけどってお兄ちゃんに話したらね、ああいや俺もその話は聞いたことあると、でもこの辺でちょっとそんな日本での幽霊の話、あの見たこととかはないよって言うんですよね。だからそうなんやっていう話を二人でした。でもまあこの辺にちょっとそんな幽霊が徘徊してるなんてね、ちょっと怖いよなっていう話をしてたんです。でその時自宅の、リビングでダイニングテーブルを挟んで向かいにお兄ちゃんで M 君っていう向かい合って話してたんですけど、 M 君のすぐ後ろにあの庭につながるガラス戸があるんですよね。でそこがダン急に叩かれたんです、外から。で2人ともうわっと思ってとっさに見るんですけど、カーテンがかかってあるんで外の様子っていうのは分かんないんですよね。でいや今の何、聞き間違いかなって言いかけた瞬間、ダンダンダンってやっぱり叩かれたって言うんですよ。で、どうしようと思って。で、これ、泥棒かなってまず思ったんですって。でも、あの、M 君の家って、あの石垣っていうんですかね、庭にあの高い石垣があって、その上にあの、鳩よけのあの、トゲトゲの、なんていうんですかね、あれがこう周りについてるもんで、外から人って絶対入れないんです。だから、いや、これでも泥棒じゃないよなと思ってたら、向かいのお兄ちゃんが、顎でね、こう、M 君の方に、お前ちょっとカーテン一回開けて見てくれと、って言うんですって。でもこれ、M 君怖いじゃないですか。いや、でも嫌やって思うんですけど、あの、この M 君のお兄ちゃんがめちゃくちゃヤンキーなんですよ。いや、もうこれ逆らったら、あの、ボコボコにされると、もうそっちの方がちょっと怖いと思って、もうしょうがないからっつって M 君そーっとねカーテンの方近づいてた。でもカーテンの端ギューって握って思いっきりシャッて開いたんです。そしたら今度は後ろのお兄ちゃんがうわーって声上げて、もうあの口パカーって開いてるんですと。でええー、と思うんですけど、このガラス戸の向こう真っ暗な庭なんですけどね、これ誰もいないって言うんですよ。え誰もいないのって思うんですけど、
グーって顔近づけた瞬間、そのガラス戸が何にもない空間だなんですけど、ダン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 叩かれる音だけする。で、その揺れでもう完全に窓ガラス揺れてるんですよ、音で。で、これ完全に叩かれてると思ってたら、後ろのお兄ちゃんが閉めろお前早くって叫ぶんですって。で、もうおーって言いながら M 君またカーテン閉めて、何よ、なんかおったって聞くんですけど、いや、今言いたくないって言いながらお兄ちゃんフラフラ自分の部屋戻ってたって言うんですよね。で、これなんやろって思ってて、やっぱり気になるもんで、次の日お兄ちゃんに聞いてみたんですよね。で、昨日のあれ何って聞いたら、お兄ちゃんね、お前カーテン開けたよ、で外側にさ、ほんまにお前の目の前、ガラスのすぐ向こうに赤い服着た女の人が立ってたと。で、その女の人が窓ガラスをこうグーでドン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 って叩いてたって言うんですよ。私のことって言ってたって言うと、私のこと、私のこと、そう言いながら窓ガラスを叩いてて、それでも怖くなって俺も部屋引っ込んだって言うんですよ。でもこんな話聞かされて、でこれってそのM 君とお兄ちゃんがね、部屋でその日本兵の幽霊の話をしてた。これを聞いたなんか全く関係のない何かが自分のことを話してると思って勘違いして家の中に入ってこようとしてたんじゃないか。まあ、そういう話を M 君としてて、だから M 君が、いや俺この話したら、あの女また俺んとこ来そうで怖いねん。だからしたくないねんってずっと言って。ちょっとそんな話を聞かせてもらって気持ち悪かったですよ。うわ、噂のそれではないのに別のがっていうことですね。そうなんですよ、うん、で結局 M 君はその何も見えてないんですよね。はー、うん、これも M 君だけ音だけ聞いてるって言ってたんで、でなんかそのお兄さんの反応もちょっと興味深いというか、うん、だからその、まあ、M 君がこうカーテン開けた時にお兄さんに見えてるわけじゃないですか、はい、うん、なんでしょうね、しかも喋ってるのがお兄さんに聞こえてるんで、うん、もしかしたら M 君の様子を見て、あ、自分にしか見えてないっていうことを悟ったのかもしれないですよね、うん、だから今ここで言いたくない、だからあれがその生きてるもんじゃないっていうのも分かったんで、うん、もうすぐにそこから離れたかったのかなとも思いますよね。